え、ベグスリーそんな赤いん？え？何のやつなのこれ？普通に乾燥のやつ。え、俺もできんの？え、目赤ならん。え、赤っ。バカ赤いこれ。うん、赤っ。せーの、コンチャス。どうも、なこみです。コウくんです。なこなこです。しゃ、はい、ということで、今日は彼氏に化粧品の値段教えてみたい。イエイ。長井は化粧品とかスキンケアにめちゃめちゃお金を使うタイプやね。使うな。なんかそれ以外にはあんま使わんねんけど、うん、そこだけはお金をなんか費やすみたいな決めとって。美容オタクなってるもんな、ね、今。そうそうそう。やから、まあ、値段バラバラなものを持ってんねんけど、今日はそれをこうくんに、まあ、教えるというか、ちょっとクイズ形式でこれは何円でしょうっていうクイズを出してこうくんに当ててもらおうかなっていう。なるほどな。結構買ってるけど俺値段とかまで把握してないもんな。そりゃそうやろ。いや、毎いちいち計算されてたら怖いねんけど。毎回だってアマゾンとかから来るやん。あ、もうネットでも買うな。そうそうそう、よく、うん、そう、確かに値段聞いてないからちょっとびっくりするかもしれんな、うん、いやし、まあちょっとかいろいろちょっと値段バラバラやから、こうくんに使ったりとかもしてもらって、はい、まあ質とかも見てもらいながら。わかるか俺、大丈夫わかるけど、値段を当ててもらいたいと思います、はい、ということで早速やっていきたいと思います。よし、行こうか。はい、はい、じゃあ5個持ってきたから。お、いや、まあまあまあ、でも5個やったらいけると思うわ。何だその個数でいけるみたいな。6個とか言ったらちょっとずれてくる。はい、じゃあまず1個目。はい、じゃあ一緒に何に使うかも当ててな。あ、オッケー。いくで。じゃあ1個目こちらです。じゃーん、こんな感じのやつです。はい、これは見たことあるわ。おう、何これは。マックの、もうマックの、はい、チーク。おお、正解。おぉ、すごい。値段をじゃあ当ててください。そうそうそう。虫眼鏡ない？虫眼鏡。あ、確かにラメ入ってるからな。ラメの大きさとかで変わるかもしれない。そう、鑑定団やからさ。まあでもマックっていうところがちょっと高そうやねん。まあそうやな。マックってハイブランドやな。デパコスやんな。そうそうそう。プチプラとかでは全く違うってことやんな。まあデパコスの部類ではあるな。あ、なるほど。これちょっとキラキラしてるから、うん、そう、めっちゃラメ入ってんねん。この表面が今使ってるかあれやけど、星型っていうもちゃんと見なあかんねん。そのアレンジってちょっと高くなるん？アレンジ高なってるかもしれない。キラキラがちょっと高いポイントかも。あ、わかりました。わかりました。はい、さすが。鑑定しました。では、はい、こちらの MAC エクストラディメンションスキンフィニッシュスタークエイクフェイスパウダー、うん、長っ。お値段をどうぞ。途中適当なってやる名前絶対。じゃあ返せんねん。お値段、はい、3000円。ぴったしということで。そうですね、まあ、税込み3000ちょいになるんかな。じゃあ3300円ぐらいですね。なるほど、これ1000いってると思うよ。ではこちらのお値段、はい、ドゥルル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 ル。離れてるな、結構。まあ、5000円やな、大体。なるほどな。いや、俺の感覚やったら、Mac でもちょっと小物系は3000円ぐらいかなと思ってんけど。どういうのが逆に高い？いっぱい入ってるやつとか。あ、セットみたいな。そうそうそう。あー、iPad とか。iPad とか。iPad？ iPad は全然違うよ。iPad とか。iPad だ。でも、4900円すんねや、これで。そう。高いやろ、結構。せやな、結構。女の子って、でもこれだけで化粧いけるわけじゃないやろ。そう。だから、ここだけ言うたら、ここだけに5000円。いや、やば。5000円札貼ってたらいいんじゃん。そうそうそう。教師みたいにしょってよ。多分な、全部貼ってちゃうすんごいこと。確かに。デパコスは自分の感覚よりも高め予定でしたらいいよ。あ、なるほど。オッケーオッケーオッケー。じゃあ次ちょっといきます。はい、続いてこちらです。じゃん、こちらですね。はい、はい、ちょっとこれみんなもな、一緒に当ててもらって。確かに確かに、はい、男の子とかな。そうそうそう。これどうぞ。こちらキスニューヨークモイスチャーリップ。あんま聞いたことないんやけど。まあそれは聞いたことないのもあるのもあると思うで。でもなんかなごみがあまりにも安いとか使わなそうやから、うん、ああそうなんや。そういうイメージ。デパコスやろ。もう赤リップやんな。そう。どうやろ、高いんかな。化粧品は、うん、あの、発色とか。じゃ、これ色、ここつけたらわかる？こういう感じね。デパートの人やってるやろよ。やってる。なごみにプレゼントで、マックのさ、リップとか買いに行ったことあるから。あ、そう、リップね、よく買ってくれるよ。そうそうそう。だから、大体感覚としてはあんねんけど、うん、マックとかやったら大体5、6000円ぐらいやってる気がする。おー、なるほど。そうそう、いい線いって。で、キスニューヨーク聞いたことないんやけど、うん。やから、ちょっと安めかなと想定して、はい。こちら、4000円。おー、いきます。これいい線いったと思うよ。ではこちらのキスニューヨークモイスチャーリップ、はい、お値段600円です。
ガチのプチプラ。うん。うわー外しまくった。3400円ぐらい差ある。なんや、俺そんなそこまでのプチプラと思わんかった。600円。どこに、600円。どこに売ってんの？これ薬局とかに売ってたやつ。なるほど。マックってそんなすんの？あれ、俺デパートで買ってるやつって。やっぱデパートとかで買ったら。高い。うん。キャンメイクとか。あー、知らんわ。だから、え？キャンメイク知ってるやろ？キャンドゥは知ってるけど。キャンドゥは100均や。キャンドゥとかにある感じなん？キャンドゥの中にキャンメイク。ブランドなの？ブランド、そうそうそう。なんか、プチプラの、まあ代表的な化粧品。なるほど。それな、なんかもずっと昔使ってて。うん。これ。今でも使うけどな。いや、もう、ザ・プチプラやったことか。そう。で、発色めちゃめちゃいいやろ。デパコスとか関係なしに、安いもん、めちゃめちゃいい商品多いから。外したら。これちなみに、あの、外れた分、こういうのって結構自腹みたいな。いらんのよ、俺、別に。これ選んでってるから、豆腐が自腹で、あの、差額分が自腹になってくるから。仮に合ってたらもらえるみたいなもいらんのよ、別に。欲しくないんよ。はい、じゃあ次行きます。感覚分かってきたかも。で、次、スキンケアです。はいはいはい。こちらです。じゃん。うわぁ、高そう。こんな感じの。光ってるやん。やつです。はい。ダイヤモンド。これは、あ、重い。重いから、絶対高いな。ケースがまあ重いな、それは。これ何？そう、アイクリーム。目の周りに塗るクリーム。絶対高いやん。これ俺も見たことなかったもん。目の周りだけ塗るクリーム。そう。こうシワとかクマとかをケアできる。絶対高いやん。英語読めへんもん。見た目はすんごい高級感ですね。フランス製ランコム。ランコム。あ、出ました、ランコム。これは俺長尾にと付き合って俺知ったと思う。一回じゃあ塗ってみ。塗った方がわかるかもしれん。目の周りに。これがシワ予防になるん。そう、塗ってみて。めっちゃいい匂い。ほんまや。これナオミ塗ってんの？塗ってる、結構目の周り。マジで乳液であかんの？ちゃんとアイクリームはでもした方がいいらしいです。わかりました。お、早い。これいきますよ。はい、お願いします。しっとり感もあり、はい、ブランドの名前もあり、おで、質の良さ、はい、来ました。1万3000円。おお。これはちょっと高いと思う。大台乗ったと思う、これは。こちらランコムのアプソリューアイクリーム、はい、20ml、20しか入ってないからね。こちら17,600円です。わー、惜しい。1万惜しい。4,000円。17,600円。でも1,000いってた。1,000いってきて、やばない？高っ。なんで買ったん？こんなちっちゃい。見て、コウ君の顔と比べたらわかるけど。俺の顔が相当ちっちゃいのに。コウ君の顔と比べたら小ささが余計際立つ。で、1万7000円すんの？コウ君もここ1万7000円で2ついてるから。100円玉で隠れそうやけど。1万7000円置かなあかん。え？すごいやろ。なんでそんなん買った？いや、なんかいいらしい。さっき騙されるやつやで。騙されるじゃなくて。朝4時ぐらいやってるショッピング見て買っちゃうやつやで。いや、でもマジで相手には大事やねん。いいの。ハトムギ化粧水で大丈夫やから。目の周りも。もう大容量であれいいんやから、あれ今な、もうしついやつ出てるから。それもいいけど、やっぱりプラスでいいのを使ったらっていう。今もだってほら、ツルツルしてるよ。うん、あ、でもランコムってさ、めっちゃ有名なとこやんな、うん。そう、やっぱスキンケアとかめっちゃ有名。デパコス？うん。あ、もちろんデパコス。うん、店員が3人ぐらいあって入った瞬間も絶対来るやつやんな。でもやっぱりデパコスっていうか、そういうスキンケアで有名なお店で買うのはなんか信頼というかさ、もういいっていうあれで言ってまうから。なるほど、先入観で。そう、そこでやっぱおすすめされて買ってまう。感覚は近づいていってる気がする。なあ、うちもっと外すかと思ってた、うん、だから次、多分4号ぐらいちょうど調べてくるから俺。なるほど。次お願いします。じゃあ次いきます。こちらです。じゃーん、こんな感じのふわふわのやつです。はい、こちらどうぞ。このチークとかは大体相場元から分かってんけど、うん、これが分からん。これ なんで鉛筆噛んだ後みたいになってんだよ。なんなん、これもしかして。なごみ、あの小学生の時によくおったあの鉛筆のここ噛んでるやつ。なごみ噛んでんの？なんでみんな鉛筆のここ噛むんやろ。噛むやろ、暇やったからみんな。美味しいんかな。なんか噛まんかったけど。鉛筆借りた時にここへこんでんねん。うわ、来たらみたいな。これブランに噛まれました。あ、ブラン。ブラン手で押さえてこうやってこうやってちょっと噛んで。なるほど。いやでもな、これブランなってヒントくれてて、これあの掘ってるとこが木やから、はい、これちょっと木いいやつかもしらんねん。あ、なるほど。で、色もなちょっといい感じで、これでメーカーが分からん。これはちなみに何か分かる？あれ下地あって、それ伸ばすやつ。まあなんかフェイスパウダーこういう感じの粉をこうトントンで乗せるやつやけど、質とかちゃんと触ったりした。ブラシは質やから。あ、柔らかい。あ、これもガチの毛やわ。何の毛それ？これも羊。羊？くるくるやけど大丈夫？あれ、わかった。お、こちら、はい、いきます。5,000円。おー、5,000円。感覚、肌触りがいいから。お値段いきます。はい。こちらのフェイスブラシ。200円です。
ヤギやんけ。めちゃくちゃ安いやん。100均 ?100 均を。100均の中の、まあ、200円とかあるやん。安それの200円バージョンのやつ。安っ。この肌触りが200円で実現できるの。いや、この毛質はやっぱ、5000円とか言って。言われてみると、これ人工の毛やな。うわ、ここに来て、一気に外してもうた。高低差がえぐい。デパコスと。そう、まあ、あえて難しいかなと思って、いろいろ組み合わせて持ってきた。じゃあちょっとラストセット当てます。じゃあラストいきます。お願いします。もうちょうどな、高いやつ安いやつが見分けついたわ。で、ラストもちょっとスキンケアです。はい、こちらです。じゃん。じゃーん、こんな感じの形です。はいはい、どうぞ。うわ、これ高さやな。また重いもん。これちょっと可愛いな。可愛い。でもな、これもう中も入ってないやん。うん、入ってないのに重い。商品の裏が英語やから表記が、うん、これ高いっすね。海外のって意外と安かったりもするんで。いや、でもな、見たことないな。なんて書いてる？クリームデラメこれは何かわかる？ちなみに乳液。そうそうそう、乳液みたいな感じ。クリームちょっとつけてみる？いい匂いね。匂って？あ、ほんまや。そう、いい匂いの。触ってみて。ああ、でもな、これが引っ掛けで、もう今はな、うん、安いやつもないいやつやから、うん、そうね。だいぶしっとりしてるやろ。なんか散髪屋の匂いする。何？めっちゃ落ち着く。散髪屋の匂いが。あ、わかりました。こちら、これデパートでは見たことないから、うん、デパートではないと思って、薬局とか、うん、プラザとかでちょっと学生が高めのやつ買うときにありそうやから、うん、3000円。おここまで制作しました。ここまで最後。自信のほどは？自信はあります。これはちょうど間ついてるかなと。なるほど、お願いします。いきます。ではこちらのクレーム、はい、デュラメール 30ml ですね。 お値段2万900円です。絶対高っ。30ml 2万900円。はい、デパートにあったの。それはネットで買った。これは、高っ。ペットボトルが500。やばいな。だからもうここなんで、なんで買ったん。いや、なんかめちゃめちゃいいって聞いた。何で聞いたん。いや、ネットとかなんかめっちゃ調べるから、爪調べてるから。すごい。でよかったん、賞味。いや、めっちゃなんか使い切ってるわ。もうないやん。じゃあ使い切れやろ。29000円じゃん。使い切ってよかったん。実際よかった。使ってる時とそれ使ってない時の俺顔のさ、分からんかったマジで。一番言ったか、女の子に。29000円って俺知らんかった。そんな使ってると思ってなかったの。いや、女の子に一番言ったか。頑張ってんね。安い時と顔変わらんなケースが重いやつは大体。確かに。これバカ重いねん、多分。iPhone と一緒やねんな、重さ。ほんまやな。結果全部外したん。全部外れ。惜しいもあったけ、なんかめっちゃ抜いてんねんけど、舐めた。舐めてないわ。最初ここ2つはいいとこみたいな。キャンメイク入ってきてから崩れた。キャンメイクはどっから入ってきた？あ、プチプラメイク。だいぶ差出たな。いやー、ちょっともっと勉強するわ、俺。いや、マジで美容のその女の子のやつの値段感がマジでわからんかったから。だってこれとかさ、1万8000円やからな、差額。だいたい1万5000円ぐらい。で、えぐい顔にまたペタペタ貼らなあかんやん。1万1万5000円。違う、3万ぐらい。いや、俺メリットないんよ。だからこれ当たったとてやねん。はい、はい、ということで、どうやった？結構これ見てくれてる男の子はマジで分かってないと思う。でも女の人もえーみたいな多いと思うで。これ確かに。なんかでも分からへんもん、パッと値段なんか、うん、もうちょっと勉強して、また次第2回目はちょっと当てれるように頑張りたいと思います。マジでか。はい、ということで、はい、今日の動画はこれで終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ次の動画でバイバーイ。いや、高すぎやろこれ。いや、重っ。ほんで1万5000円ぐらいっすやもん、これだけで。